はい、どうもこんにちは。こんにちは。はい、今回はですね、男性コーチをされていらっしゃる大輔さんが集客開始して45日で80万円の売り上げで、コストをかけずに自宅にいながら集客、自宅で営業で、自動化して売れる仕組みをですね構築したその秘訣についてね聞いていきたいと思うんですけれども、本日は大輔さんよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。というところでまずお名前なんですけれども、はい、お名前ははい、渡辺大輔と言います。渡辺大輔さんですね。はいはい、はい、渡辺大輔さん、ご年齢は37です。あ、37歳。お、見えないですね。もうバリバリのアラフォーです。大輔さん最初見たときなんか27ぐらいかなと思ったんですよね。ほんまですか？筋トレされてますもんね、大輔さん。何ですか？あ、筋トレされてますよね。あ、筋トレもほぼ毎日やってますね。やっぱ筋トレされてるからなんか若々しく見えるっていうのはあるかもしれないですね。ですからね、トレーニングはもうほぼ毎日やってますね。あ、すごいですね。お住まいは、神戸ですね。はい。神戸にお住まいと。はい、今やられてる、活動というのはどのような、業種でしょうか？今はですね、はい、コーチングスクールの運営をやっております。はい。運営ですね。はい。こちらのスクールは、リアルでされていらっしゃる感じですか？去年はリアルで、はい、行ってます。リアルのスクールをされていらっしゃる。はい、これ神戸でやってる感じですかね？はい、神戸、大阪で、東京でも今させていただいてて、神戸、大阪、はい、東京でやっていると。すごいですね。で、じゃあ実際に今使われている集客媒体っていうのはどのような、あたりでしょうか？今はですね、もともとずっとメルマガをやってまして、メルマガ、自分のランディングページに、はいはい、メルマガ登録していただいて、でそこにスクールの案内を出したりとか、体験セミナーに来てもらって、でそこで案内して入ってもらうというような流れ、集客の流れでしたね。はい。メルマーからの LP からの、はい、セミナーと、はい、このセミナーは、リアルですかね？リアルですね。はい。その他なんか媒体 SNS とかは、はい、で今は今修二さんの下で学んでる、はい、まあ、インスタであったりとか YouTube というものを、はい、導入させてもらって、でそこから今度 LINE ですかね。はい、LINE@ですね。はい。に今はとにかく LINE に、はい、登録してもらうっていうところの集客をやっています。なるほど。はいはい、かしこまりました。で、大輔さんが入学されたのが、うちのスクールに入っていただいたのがちょうど開校6月からって感じですね。はい、なので今ちょうど2ヶ月経ったかなぐらいのこ時期ですかね。はいはいはい、期間は2ヶ月と。はい。そうですね。ちなみになんか入学されたきっかけとか、なんか例えばこういう SNS とかマーケティング学べるスクールとかって別に僕ら以外のスクールとかもいろいろあったりするんですけれども、はい、その中でなんか我々のアカデミーを選んでいただくとなんかきっかけとかもしあれば教えていただきたいなと思うんですが。そうですね。まあ修二さんとのアカデミーはやっぱりインスタだけではなくてこう YouTube も学べるし Facebook も学べるし、SNS 全体を学べるっていうところはすごくメリットだったかなと思います、僕にとっては。インスタだけじゃなくて、はい、例えば YouTube であったりとか、はい、Twitter もそうだし Facebook とか、ね、はい、セミナーのやり方であったりとか、はい、やっぱりこうね集客、まあ、情報をこう発信してねこう共感して集客してもらうためにはどうしてもこう SNS が必要っていうのは、まあ、感覚的にはちょっと分かってたんですけども、なかなか今までそこにこう手が回らなかったんで、ノウハウもそんななかったんで、なのでちょっと修二さんの SNS 集客アカデミーにぜひちょっと行きたいなというところで、はい、なるほどですね。ありがとうございます。実際どれぐらい結果が出たかというところをちょっと聞いていきたいなと思うんですけれども、それでうちのスクールで本格的に集客を開始して、インスタのフォロワーとかは今何人ぐらいですかね？今はですね、1700人ぐらいですかね。はい。1700人ぐらい。まあなんか2ヶ月でね、2000弱なんで、まあ順調かなってところですね。はい。1700フォロワー。そうです。本当にもうゼロから始めて、もうコツコツやってて、もう2ヶ月も経たないうちに、いったので。素晴らしいですね。1000人フォロワー。LINE@は今何人ぐらいですかね、お友達リストはですね、今、80人ぐらいですかね。今80人ぐらいと。はい。はいはいうんまあ、ペースとしては本当に順調というか、もう本当安定してるなって感じですよね。うんうんうん。なるほどなるほど。2ヶ月でこれぐらいと。で、はい、売り上げが、スクール入って1ヶ月目と2ヶ月目っていうところで、はい、スクール始まって6月って売り上げって上がってましたか？6月はね、はい、6月はそうですね、6月で言うと30万ぐらいだったと思いますね。はい。うんうんうんあ素晴らしいです。もう初月から売り上げを上げられるという1ヶ月目。はい。まあうちの生産でもね結構1ヶ月目で上げる方も多いんで、2ヶ月目ではいいくらぐらいですかね。2ヶ月目で実際にこう LINE のお客様からセミナー来てもらって、うんうん、で実際にそこでですね。2人に商品を買ってもらったんですけども、はい、売上の、合計で言うと80万になります。80万ぐらい、うんうん、正確に言うと80万ジャスト80万30万と50万円の商品。なるほど。じゃあ、はい2件制約で80万円で30と、50万の商品が売れたと。はい、うんうんうん、すごいですね。おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしいですね。なんかそうですね、大輔さんがまあ成功できた秘訣というか結果が出せた秘訣をちょっといろいろ聞いていきたいなと思うんですが、はいはい、まず集客できた秘訣というところで、こちらにですね、はい、今大輔さんのインスタグラムをちょっと、アップさせていただいたんですけれども、はい実際にこちらが大輔さんのインスタグラムというところで、なんか投稿とかあとはその LINE アットに集客するときに気をつけているポイントとかですね、はい、なんか大輔さんなりの、ポイントなどあれば教えていただきたいなと思うんですが、はい、はい、そうですね。まあまあ、教えていただいた通り、とにかくまあ、インスタではこうね世界観というか、うんうん、統一だということだったので、まあ、そこのまあ、うちのコーポレートカラーを中心とした、はい、ちょっと青っぽいような色合いですよね。はい、うんうん、確かにコーチングっぽい色合いですよね。まあはいあとはそのコンセプトメイキングのところで作っていただいて、そこをどうこう伝えていくかっていうところはすごくいつもなので、まあコーチングのノウハウであったり、うんうん、あとはちょっと私個人的な、まあ、思いであったりとか、それ自己開示的な、いや思いとか価値観とか、はい、そうですね、うんうんうん、はいっていうところは気をつけて大事にして発信はしてましたね。はい、なるほどなるほど。確かにね、自己開示とか価値観、思いの発信だったりとか、そういったのってすごい重要になってきますよね。そのお客さんにファンになってもらうっていう上に、はい、うんうんうんいいですね。なるほど。なんか LINE アットにお客さん集めるためになんか意識されてるポイントとかってありますか、その他。そうですね、まあ、とにかくその LINE に登録してもらうっていう、まあ、例えばバナーを作ってとか、うんうんまあ、LINE を登録することのメリットであったりとか、うんうんうんまあ、そういった投稿でところどころ出していったっていうことをやってましたね。はい、登録の、メリット、まあ、なんか無料ファンみたいな形で LINE アットに登録してくれたらこういうプレゼントあげますよみたいな、そうです、はい、特典とかですね、はいはいうん、こういう特典とかフリー戦略っていうのは本当に昔からやっぱりあるやり方なんですけれども、やっぱり未だにやってない方とか多いのすごいもったいないなと思うんですよね。うん、確かにやっぱあるとないとではこう登録率がやっぱり変わってくるような感覚もあったんで、うん、全然やっぱ違いますね。うん、確かにそうですよね。うん、なるほどなるほど。なんか実際に今度ちょっと売れる流れっていうところもちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、はい、大輔さんのお客さんはメルマガとか LINE アットから1回リアルのセミナーに来て、はいいただきまして、はい、そこから、リアルのセミナーで、セミナーをして、でその後にセミナーでその場で販売っていうわけではない、一度セミナー後に相談会という形で、うんうん実施して、その相談会の場で、販売するというようなフローです。はい、個別ですかね。個別です。あ、個別でなんか電話とかでもやってる。そうです、電話だったり、まあ、対面の時もありますし、うんうん、じゃあリアルとオンラインをうまく使い分けてるって感じですね。そうですね、はい、うん、今までは、はい、そうでした、はい、なるほどなるほど。では LINE@ からセミナー、そこからまあ個別での電話営業とか、はい、こういった形で売れる流れっていうのを作っていると、はい、うんうんうん、いいですね。まあ、ゆくゆくはね、なんかオンラインセミナーからのもうオンラインでの LINE 電話っていう形の制約も全然いけるかなと思うんですけれども、はい、まあ、なんか生徒さんがこれから増えてきて規模を拡大していったら、なんかそういうやり方もありかなと思いますね。あ、なるほど。今実際にまあそのやり方を今ね、実際に辻さんから学んでいるので、うんうん、なんかそれこの間ね、オンラインセミナーちょうどやってますみたいなおっしゃってましたもんね。はい。じゃあ今オンラインセミナーを攻略中という感じですね。そうですね。はい。はいはい、素晴らしいですね。なんか大輔さんの中でスクールに入る前と後でのなんか、まあ、心境の変化であったりとか、その仕事面での実績的な変化とか、はい、まあ、そういったものをちょっと聞いていきたいなと思うんですけども、はい、スクール入る前っていうのは、はい、ビジネスでいうとどのような状況だったんですかね、集客とか。そうですね、基本的に今までそんなオンラインっていうところをあまり意識してなかったので、うんうんうん、まあ、結構対面でもうそこもの場所移動して会場借りてみたいな。結構大変ですよね。結構大変で、わ、会場全部埋まってるとどうしようみたいな確かにね、段取りの手間と会場費っていうコスト、移動費、ね、移動時間で取るの忘れてたとかね、結構取るの忘れてたと結構焦りますよね。焦るんですよね、はい。そういうこともあったので、やっぱりこのオンライン、うんっていうところはすごく今意識をして、うんうん、やってますかね、はい。あ、じゃあハイライトアートはもうオンライン化に向けて動き出していると、ね、はい、うんうんうん、オンラインで、ね、何かしらことコンテンツを作ってっていうのは今も試行錯誤でやってます、はい、うんうん、オンラインのコンテンツですね。今動画コンテンツとかもですね、実際にもうほとんどコストかけずに作成をして販売していくことが可能な時代になってきてるので、はいはい、うんうん、いいですね。なんかうちのスクール入る前から結構集客は特に問題はなかったって感じですかね。ね、いや、やっぱり一番難しいところがやっぱ集客でもあるので、まあ、見込みのお客様のリスト集客ってところですか。はい、あ、そうです、はい、まあ、来ていただいて、まあ、やっぱり制約率っていうところはやっぱりこうインスタであったりとか YouTube であったりとか、うん、SNS とかで見てもらって来てもらった方がやっぱりセールスする時のこうなんていうんですか、契約率がすごく高くなったかなっていうのはありますね、はい、SNS を見てからの、はい、例えば面談とかだったらすごい制約率が高いと。そうですね、はい、うんうんうん、なるほど、それは確かに変化ですね、はい、SNS からの制約率アップ、はい、はい、以前とかだとスクール入る前だと月にどれぐらい、例えばメルマガやられてた時代とかだと、はい、オプトインっていう形は集客できてた感じですかね。オプトインはね、でもどうですかね、月にそうですね、10件から15件ぐらい取れたらいい方でしたね。あ、そうなんですね。結構なかなか取れなかったですね、メルマガは、はい、結構きついですよね、10件から15件。結構きつかったですね、はい。しかもメルマガですもんね、はい、うんうん。現在はだいたい月どれぐらいのペースで取れてる感じですかね。月、今もうほぼメルマガじゃなくて LINE の方ですけども、うんうんうん、このでも2ヶ月で80件なんで、あ、40件ということになりますね。あ、そうですね、はい、2ヶ月で80リストなので、はい、まあ、月ベースでいうと40リストぐらい取れてる、はいはい、まあ、1ヶ月目2ヶ月目で月40リスト取れたら全然問題ないですね。うんうん、かしこまりました。で、結構前から売上の方はどんな感じだったんですか、スクール入られる前とか。です、売上の方はそうですね、まあ上がる月もあれば、まあ、30万から50万ポンとこう売り上がる時期も、まあ、商品は持ってたので、はい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 、売れる月もあるんですけども、うん、集客がなかったらちょっとゼロになっちゃうとか、不安定ではありました、ね、はい。確かに月賞先月50万いったのに翌月ゼロだったとか、はい、結構きません。そうなんですよね。やばいですね。なるほどなるほど。本当にゼロの月とかあったんですね。はい。へえ。安定しなかったってことですね。やっぱサービスの方にこう実際入ってきてもらった人たちにサービスしてるんで、どうしても集客が止まっちゃうというか、確かに確かにっていうのがなかなかうまく効率的にできなくて、なるほどですね。はい。というところで今売り上げを安定させていることができていて、はい、っていうところですね。なんかプライベート面での変化とか、なんかご家族との時間とか、なんかそういったところでももしなんか変化とか、もしくは心境の変化とかでもいいんですけれども、はい、あれば。プライベート面の変化はそうですね。まあ今やっぱりそのね、SNS と一緒にこう学んでる人たちの成果とかを見れるんで、そういう意味ではこうもっとこうモチベーション上がってる感じがしますね。本当頑張ろうと。はい。確かにね、一人で頑張るって結構きついかったりしますからね、モチベーション的に。確かに。次合宿あるんでちょっと楽しみにしてます。合宿ね、ちょっと来週ぜひよろしくお願いします。お願いします。東京でね、合宿があるので、はい、これ確かに大きいですよね。一緒に頑張れる仲間がいるっていうところですね。そうですよね。はい。いろいろそこで、あ、こういうやり方もあるんだとかね。まあ仲間同士のなんか成功事例の共有とか。逆にこう失敗うまくいかなかったね。のも共有できるんで、こちらもねぜひどんどん活用していっていただきたいなと、はい、思います。そうですね。なんかスクール入る前にこれ本当に動画を一切打ち合わせとかしないんですけれど、僕もドキドキなんですけど、北野に対してのなんか印象とかってどんなイメージ持たれてました？はい、一番最初私を見たとき。一番最初ですか？はい。最初は率直に言っていただいて全然なんか正直なんか怪しいなみたいな怪しいけどできそうみたいなあ、もう一回お願いいたします。怪しいけどなんかできそうみたいな怪しいけどなんかできそうみたいな。あ、その怪しいっていうのはなんか顔がうさんくさいとかですかね。なんだかな、なんか結構修二さん結構こう決めてるポーズが多いじゃないですか。あれはですね、ちょっとそうですね、カメラマンにちょっとポージングこういう風にやってくれみたいな言われてこうやってやってますけど、普段全然キャラじゃないですね。ですよね。もうなんかまあどうしてもね、ああいうランディングページとか見るとそう見えちゃうんですけど、まあみんなそうっすよね、ランディングページだけ見たら。けどなんかこの人なんかできる感じ、印象はありましたね。怪しいけどできる、怪しいけどできるみたいな。じゃあちょっと写真がなんかちょっと決めポーズでちょっと怪しく見えたっていう若干見えたかもしれないですね。面白いです。初めて見ましたね。なるほどなるほど。なんかその他に印象とかあったりしますか？他にはですね、あとは実際YouTube ライブとか見させてもらったりとか、Zoom のセミナーとか、出させてもらって、それはすごくこうなんだろう、惜しみなくノウハウを提供してくれる人なんだなみたいな。はい。にはすごく感じましたね。はい。すごいギブの精神がすごい強いなっていう。ギブの精神。確かに YouTube とかでも結構ノウハウ出してますからね。なるほど。ありがとうございます。じゃあ最後にちょっと2点だけお聞きしたいことがありまして、大輔さんが昔の自分、スクール入る前とかですね、売り上げ安定しなかった時のご自身に対してなんか一言投げかける言葉があるとすれば、どういった言葉をかけてあげたいですか？なんだろうな。そうですね。僕に対しては、とにかく焦らず諦めずに、とにかくもう今やれることを一生懸命やれっていうことですかね。今できることを懸命に。はい。やっぱ継続が一番ですからね、何事もね。そうですよね。最後にこの動画を見てくださってるですね、皆さんに対して、今一歩ちょっとじゃあ、SNS とかインスタ学んでいきたいけれども、ちょっといまいち躊躇してしまうとかっていう方もいらっしゃると思うんで、大輔さんがなんか今一歩踏み出せたきっかけであったりとか、もしくはそういった皆さんに向けて何か一言ですね、お言葉があれば、そちらもぜひいただきたいなと思うんですが。そうですね。やっぱりこういうね、僕はコーチングのねビジネスやってますけども、やっぱりこうビジネスってこうね、そのできるできないというか、こうやるかやらないかっていうのはすごく重要な要素かなと思ったんで、やるかやらないかなんでちょっとこれやりたいなとか、こうね、こういう風にやってみたいと思ってるんだったら、うんうんうん、なんていうんですかね、もうとにかく決めて、うんうん、出すってすごく大事かなと。なんかこう悩んでたらなんか行動止まっちゃうじゃないですか、その間どうしようとか。いや、本当そうですね。うんうん、結構なんか半年間ぐらいとか悩んでた時期とかもどうしようとかあったんで。そうなんですね。意外ですね。大輔さんでもそういった時期があったんですね。その時期がなんかすごくもったいなかったなと思って。あ、結局やってみないと分かんないっていうところがあったんで。悩んでる時間が一番もったいない。はい。とにかくこう行動をね。うんうん。出したので、それはまあお金かかるかからないとかいろいろあるかもしれないですけども、自分の決めたことをもう信じてね、うんうん、こう成果に持っていく努力をすればいいかなっていうのはそう感じます。ちょっと偉そうなこと言ってますけど。いやいやいや、逆に皆さんも大輔さんの意見とか考え方とかすごい興味あると思いますので、やるかやらないかが大事で、迷ってくらいなら決めて、とりあえずやってみると。ですね、はい、確かにとりあえずやってみて、でうまくいかなかったらその時にちょっとずつ改善をしていけばいいだけなの で、ね、やらない限りはやったことない、ね、名前も知らない料理、作ったこともないけどそこにレシピがあったらまずちょっとずつ手始めに作ってみるとすると次が見えてくるっていうところですよね。そうですよね。悩んでる時間がもったいないんで、まあ、自分が決めたと思ったら一旦それを信じてとりあえずやってみる、うんうん、とりあえずやってみる。大事かなと思いますね、はい、うんうんうん、ありがとうございます。最後に大輔さんですね、LINE@とかもしされていらっしゃるようであればですね、はい、今プレミアム ID とかって何か取られてますか？いや、取ってないです。 OK です、はい、じゃあ大輔さんですね、LINE@、はい、下の方に YouTube のリンクに貼っておきますので、はい、なんか大輔さんプレゼントとかってございますか？ LINE@で登録していただくとコーチングの、無料動画セミナーをコーチングのスキルを学ぶための5日間の動画セミナーを見ることができます。5日間の動画セミナーを見ることができる。はい。はい、コーチングに使えるですね、質問集、300の質問集というのがありますので。300の質問集、はい、気になりますね。300の質問集。すぐ使える300の質問というのがあるので。ぜひですね、大輔さんの実際の LINE@の配信とかもですね、はい、参考になる部分もあると思いますし、コーチングに興味があるという方もぜひね、こちらも登録してみたらいいんじゃないかなと思いますので、はいはい、ということで大輔さん本日はお時間いただき本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。